今宵の片道ネットワークじゃ今でも演技しても日本中に何かあった時のためにそっとしまっといたの見えても気配がないから人に見えない気持ちがいい行動の自分を守りながら刀を持ちながらここでこうやって決断するちょっとでこうやって決断するとここで今じゃ計算されてるんですよ。こうやってだから GHQ は日本人とかもうよく分かってるんですよ。最初にこの辺りこう音が上がってて来た瞬間にもう攻めなきゃないって言ったらトラック15台トラック15台片道から今回近づいてるという長年の神様からの依頼が終わったと。僕10年前に神様とのおしゃべりっていう本が30万部ヒットして、はい、どうしました2025年の先は明るい、いや明るいしかない。こんばんは、佐藤光郎です。僕は今日大阪に来ております。今日の昼間一人で大阪でランチをしていましたら、昔本を出した出版社の社長から電話が鳴りまして、光郎さんに紹介したい人がいるってことで、日本最後の侍宮家を裏でずっと守られていて旗氏のトップ、まずお名前からお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、土味方兼津部と申します。よろしくお願いします。土味方さんですよ、はい、皆さん、これまでずっと口伝で引き継がれてきていたことを土味方さんの代からついに世に知らしめてもいいということで、この代からこれまでちなみにどのくらい続いている、この、まあ、私で135世ですね、はい、135世って天皇陛下が今126代ですから、はい、もうちょっと古い、古いですね。はい、もともと神武天皇の時、神武統制の時ですね、ちょっと家がこう巻き込まれて、まあ、それで組み込まれたっていうことですから、もともとその土地にいたってことですよね。神武が、沖縄の伊平屋島というところから出たっていう、まあ、伝承が、これは伊平屋村のホームページにも載ってるんですよ。はいはい、で伊平屋から出ましたと、神武が。で、日向に到着しまして、うん、でまあ、そこにもともといた王族か地方豪族か分かんないですけども、それをまあ、おい、えいえいえいってやったはずですよね。そうです。まあちょっと、まあ、簡単に人質取られたりして、人質取られたの、はい、それも口伝で残ってるんですよ、やっぱり。その、はい、だから大きくはそこで亡くなってるんです。で、じゃあ旗氏としては、うん、その神武についていって一緒に京都まで行ったんですか。結局その組み込まれて京都に行ってる。京都っていうか当時は奈良でしょうね。あ、そうですね、ごめんなさい、奈良か、奈良に行って、神山と岩礼彦さんが、うん、ここに日の本の国を作ると、天川神社で神下ろしして、で、それにもじゃあついて回って。結局、今も一族の子孫とか、その分家も奈良とか七本市、結構多いんですよ。うん、だから、阿蘇のところと、こっち2カ所に大きく分家。分家が残ってるんですよ。通り。こんな感じですね。なんか、総理よりもすごそうな、統領の理ですね。はい。あ、宮司より上にいるんだ。宮司です。はい、神道の組織の中の一番のトップです。よく旗師って言いますね。旗師とは言わない。旗師とうちらは言うのは旗氏ですね。旗氏。氏の氏ってことは一族のトップってことですから、だから氏の氏で。その下にいる人たちは氏子。ほうほう。うん、ですから旗氏ですね。その、神武が来たのが2600年前だとして。奈良に入ったり、京都に入ったりっていう形。はいはい、要するに皇居のあたりで。もう皇居ってその周辺で大体こう活動していると。お守りしながら、お守りも入ってますね。まあ一回負けちゃった側ですから、まあ結構おとなしく従ってた感じですよね。で、まあ土木とかも得意だから、町づくりなんかを中心にして、うち特に土木と薬とお酒が強かったんですよ。もともとはこれが4500人から5000人いたんですけどね。4500から5000人の集団が旗氏だった、旗氏の、はい、これは深くした旗氏っていう集団。あ、旗氏も何個かに、はい、あります。大きく見ると3つ、はい、深草と、はい、あと松尾大社さんとか、はい、松尾ですかね、はいはい、あとはちょっと言えないです。あ、言えないです。言えない言えない一族を持ってる。もう一個表に見えてるのは聖徳太子が作られたね、あとの川勝とか河内とか言われてる、うん、まあ、ちょっとよく分かんない旗の方がいて、そこが表上で歴史上はトップになってるんですけど、うちらからすると誰それって感じ。怖っ。じゃあこの旗氏のとにかく、土味方さんはトップなんですね。深草のトップです。まあ、これちなみに世襲制なんですか。
世襲というかですね、その4500からそう素質がある人間を選抜していって、うん、最後死刑を受けて生き残ったら通りになれる。あの中でその長老会って言って、その引退した方々とかの、まあ、まあ年配者が何人か集まる会があったんです。でその中でこの先端って占いで何年生まれる子は候補に入ってるとかいろいろあるんですよ。で、あこの子は素質があるから一応候補としているところ。それはでも本人とか親に言わないんですよ。親にも言わないんですか。そもそもあのこういうの継いでることも、だから表の家と裏の家が荒れていて、表の人たちは一切知らないんです。口伝を、だから口伝っていうのは残すためには部活に喋んない、うん、という口の軽いやつは絶対喋んない。あ僕のようなね。大丈夫です。まあで、まあ、だから今昔はこれ漏れたら多分さっきの135世も明治とかその戦前漏れたら変な天皇家より古いって言って不敬罪で殺されちゃうんですよ。あそうですね、はい、だからそういうことで口を固くするためにそういう守るための人たちを守るでずっと守ってたわけですね。情報を守る人たちもいたんで、でそんな人たちがこう候補で次の代の要はその氏主を誰にするかっていうところ、で大体十何歳ぐらいにまあ突然こう試験みたいなのがされて、怖い。それまで普通に生きてた人が急に試験が、うん、普通の武術の練習だと思ってこれであのまあ、センスがあってセンスでこう刀を受けるよって言って模造刀だと思ったんですよ。でパワーと言ったら、あらパワーと言ったらベリって言うと半分えぐれたんですよね。うわっ本物ちゃんと言ったら本物だよ。ちょやばくないですか、十何歳の人に真剣で切り込んだ。それをこうセンスで、それセンスで受けるんですよこっちは。そういう練習だと思ったんでね。でなんかベリってこうえぐれたわけだから焦るわけで、うん、何すんだよって言ったら、うん、まあこういうもんだよで、なんで、まあ、しばらくしてから実はこういう試験だったっていうことに言われてね、総門としてトップだよっていう話が来たんですね、うん、はい、ということで皆さん4500人いる宇治の、20人が選抜があり、そこから、まあ、ほんとぶっちゃけ命をかけた戦い、亡くなった方も、まあ、当然、まあ、一応事故としてなってますけど死んだ人もいて、それの一人に選ばれた旗宇治の通りの土井川の金継ぐさんでございます。はい、まあ、ここまででいろいろとやばいと思うんですけども、うん、先代はじゃあお父様になるんですか。いや先代は祖父ですね。うちの父は、まあ、祖父が戦争行ってるおかげで時期を逃しちゃったんで、結局鍛錬はある程度してたんですけど、まあ、継ぐ権利がなくなっちゃって結局除名されちゃったんです。結局だから祖父と同門ですよね。この2人が僕の世話役でずっとくっついちゃった、うん、そういう感じです。で毎日だからあの犬とかね連れて行って散歩行くぞって行くんで、ん普通ひょいひょい犬好きですから行くと、はい、で行くとその途中途中でなんかよくわかんない話をするんですよ、うん、昔なみたいな感じで神武天皇天皇ってわかるかみたいな。え小学生に、そうそうそう、知らなかったらポカッ叩かれるんで、ずっとだから何年も繰り返すうちに、ただ武術は突然あの犬を今はできませんけど、放し飼いっていうこう土手とかで犬をこう外してわーって勝手に走らせる間にこう練習するんですよ。あ武術、はい、うん、ゲームとかね。だからやっぱこの宮家を守ってたからも相当すごいものが伝わってるってことですよね。当時そんなの知らないんで、なんか昔ジャッキーチェーン流行った時代なんですよ、はいはい、であっちの派手さが良かったんで、はいはい、あれがいいって言ったらよく殴られてました。あこっちの方が強いんだとか言ってね、お本当にとか言って、うん、あでも今でも分かるんですね、ジャッキーチェンより全然こっちの方が強いんですよね。ものすごい効率的、あの全然息切れないんですよ。だから毎日5キロ走ってましたけど、走りながら喋ってますからね。そのまず70歳代と80代の2人が、やばっ、5キロずっとわーって、しかも結構速いですよ。こう必死で追いついてる状態でずっと喋ってくるんで、聞いてんのかとか言いながら、息上がらず、うん、まあちょっと上がってますけど、で普通に喋ってくるんで、そういう状態で、で終わったらすぐにもう鍛錬でしょ、うん、だからそういうのとか、犬を連れてるときは楽なんですよ。犬に合わせてくれるから、うん、犬を連れてこれから大変なんですよ、うん、もうほぼ走るってことになってるんで、うん、走ってから武術鍛錬だから、うん、で家だからよく逃げ回ってるし、うん、痛いし、うん、だからそうですね。だから誰かなるか分かんない、だけどその一族の中で関係の血筋にそういう人が生まれたらそっと来て、いや全部調べて候補だったら勝手にこう、まあ、親戚のおじちゃん、まあまあ登園でしょうけど、なんかそういった形でくっついてずっとこう監視ってないんだけど、こういや世話役をしてくれる。でお父様はあの皇位継承してないから、うん、でもうすうす来たなみたいな感じなんですか。お父様
だから別にこう顔合わせても何も言わないわけですよ。お父さんが？お父さんが誰だって、うつぐらい知らない人だったら誰だって言いそうでしょ。でもチラッと見てふんって感じですから。いや怖っ。いやなんかあの僕昔聞いたんですけども、はい、高野山の裏アジャに連れて行かれた方も急に中学生の頃やってきて、うん、で親とかの記憶も全部消して、で中学の間どっかに行って裏アジャの修行が終わって戻ったら親の記憶がまた再生するみたいな。ああでもそれ近い、そんな感じなんでしょうね。だから毎日来てた割には親は記憶ないんですよ。あの人どこ行ったったら、え誰って言うから、未だに最近怖い、すごい毎日会ってましたからね。だからその人たちは親の記憶を消すこのなんかも知ってるでしょ。こういう、あでもそういう術もありますよね。もうあの見えても気配がないから、あの人に見えないっていう術があるんですよ。陰陽の法って言ってね、いや認知が使う技、うん、ただ横にいても気づかないんですよ、うん、あの風景とどうか、ただこういうホワイトボードが横にあっても気づかない感じで、人が通っても気づかないっていう技があって、多分それ使ったのかな。で小学生からずっと英才教育を受けて、まあ何年、そうね、ただ高1と高1まで中学3年間は間違いなくてずっとそれで毎日、だって友達がサッカーしてる間ずっとジム天皇の話を、だ野球もやったことないんです。へえ。小6小5から始まって高1ぐらいですかね。高1までこの45年のスパルタ教育があって、うん、それでじゃあ、日本のやっぱり歴史とは全然違ったんですか。だから最初だから日本の歴史を喋っていることさえ気づいてない。なんか空想物語かなみたいな。でも神武とかさ名前出てくるわけだから、なんか聞いたことあんなみたいな歴史の教科書をね感じるし、まあ調べてるうちにだんだんこうやると、たまに歴史の本で言うとこれこう書いてるけどこうでやって横やりが入る。じゃあ古事記の間違ったところ全部もう叩き込まれて。前から読み方、後ろから読み方とか、これこうあってこういう感じ、真ん中はここだからねとかね。だからこう合わせるとこことここが話がつながるはずだね。あ、古事記ってそういう仕組みで編纂されてたんですか。そういう。それも日本中誰も知らないんじゃないでしょうか。書き換えたことを確認するための書が真ん中にあるんですよ。そういう感じの仕組みがあるって言ってね。古事記って当時の権力者がもちろん一番都合がいいように書いたはずなんで、でもその変えたっていうことは自分自身も証拠を残さないといけないか、そういう秘密があったってことですね、古事記には。では自分が書き換えたことをまた後世戻されたらまずいんで、うん、だから書き換えたことが分かるようになってる。だってことですよね。だから書き換えた証拠をちゃんと残して古事記は書き換えられてたっていう。そうそう、だから結構頭いいんですね、フヒートってね。うん、だから途中でちょっと間違いもあるんだけどね、自分で自分間違えてるから墓穴掘ってるところもあるんですけど、藤原のフヒート間違いもあったんですね。そうあの神さんの順番間違えてるとか、まあ、じゃあそれは権力者の都合でじゃなくて単純なミスでも間違いもあった。ミスがあるんです、うん、そういうところが。でミスに気づけるのも唯一通りだけですよね。でも継承してるとは多分気づいてるじゃないですか。ただ通り職ついたら24かな、正式は12歳なんですよ、はい、そこから30年で42歳引退っていうのは通り職のやつですから、うん、あれ引退があるんですか。じゃあ通り職って本当は42歳引退なんです、うんうん、42から今度クランドとか長老職になる、本当なんですよ、はいはい、であの一歩下がって、まあ、僕がかつてやられたように、あ、はいはい、若い子育てないといけないんだけども、うん、僕しかいないから今ずっと通り職、ずっと次の通りが見つかってないから住み方さんは今ずっと通り通りをされてる、まあ、宮家を守るためなので、武術もものすごくて、知識もすごくて口伝もすごくて、そうですね、あの、まあ、古神道と陰陽道と体術って言ってるその武術ですね、はい、この3つで習得しないとなれない。体術はちょっと漢字が難しくて体ではないんですね、はい、なんかあの豊か骨が豊かって書く、うん、でも意味はもうこれってことでいいんですか。そうあの今の中人間に元っていうのはこれはあの戦後書き換えられた文字が お米の下に何かこの気持ちの木のあれみたいな感じの方法で簡単な感じにされたのが体、うん、簡単な感じだからというか全然関係ないものを体にやっちゃって、戦後ってことはじゃあ戦前まであの難しいのに体育ってやってたってこと。80年前まで昔の人はみんなのタイを使ってた。タイ使ってますよ、ね、やっぱりいろんな明治期とかの本を見てもあのこんな簡単な字は書いてないですね。だからやっぱ GHQ は日本人のこのもうよく分かってるんですよ。あ、だからタイっていうあの今の人間の体っていうのはあれ動かないものの個体とか物体の意味ですから、だからあれって簡単に死体にしか使えないんですよ。死んだ体で死体しか使えて、だから生きてる体は巡ってるんで、だから骨が豊かとかね、そういうちょっとした意味がちゃんと通じる字を書いてたんです。
うん、だからこれ使う、あの今のタイ使うと骨抜きになっちゃう。ことだってね、なるほど、はいはい、そういうのも。そうそう、本当に骨抜きにされたんだよ、40。なっちゃったんですね。うん、だからまあそれも戻したいなと思って。ああ、もう戻しましょうよ、本当に。これはちなみにどこからの？これは陰陽道ですね。陰陽道の方、はい、じゃあちょっと今日陰陽道の話しましょう。はい、そうです。まあ陰陽道で、あの、まあ、簡単に言ったら方位術です。方位術で、はい、まあその各個人ごとにうまく出せるようにちょっとまあシステムはちょっと今ヒーブで作ってますけど、だからあのシステムエンジニアもできるっていうことでこの本をきっかけにその今まで口伝でこう習ってきた計算式を入れたパソコン版のシステムを今組んでるってことですか？そうです。それはやっぱり陰陽道だから、星の位置と潮の満ち引きと月の位置ととかそういった感じですか？まあ、潮の満ち引きは使ってないんですけど、基本的には全部の重大惑星全部使ってます。へー。面白いのはだからなんであの古いあの文字は違うんですよね。けどどう見ても冥王星と海王星っぽいのが入ってるんですよ。パッと面白いのはあの地球と火星の間にも何か入ってる。ああ、マルティックだ。もう一個面白いのは太陽の裏側、はい、なんかこう計算してあるんですよ。だからこうなんか回ってる感じ。あ、太陽の裏に太陽がある。星があるのかなっていう。ずっと太陽に隠れてる、あの伝説の星が。なんかそういうロジックっぽいのがあるんですよ。だそれは重力の配分っていうんですかね、こう釣り合いでちょっとロジックでこう調整するんですよ。ケプラーとかの法則があるから、はい、どうしてもこっちになんかないと釣り合わないなっていう感じの数字が出てくることがあるんですよ。通りはケプラーの第一法則、第二法則、第三法則もじゃあもう普通に分かってる感じですね。だからそれがないとあの球面三角形とか使わないと出さないんですよ。だからあの測量技術でもこれがこの採算運動にしろ、うん、ケプラーの第一か第三法則にしろ、うん、全部日本版で日本の言葉で135台ずっと伝わってたってことですもんね。結局だからそういうのがその漢字とかで書かれてるのがどう見てもこれケプラーだよねって感じ。やばい、これ本当にやばいですよ。皆さん分からないと思いますけど、ケプラーのこの第一か第三法則っていうのはケプラーですから2600年前にはいないわけですよ、当然ですけども。ケプラーっていうのは、すごい流れを組んでいまして、最初ピタゴラスがいるんですよ。ピタゴラスからソクラテス、プラトン、アレキサンダー大王の家庭教師だったアリストテレス、はい、ここら辺の流れのやつが全部実は同じ秘密を実は知っていて、まあ、僕これあのムジカハルモニアって名付けてるんですけども、その流れを、解き明かした人たち、まあ、全部これ星の共振共鳴の話なんですけども、にケプラー、ニュートン、モーツァルト、アインシュタインが入ってくるんです。これ全部同じ系譜でやってきていて、でケプラーのこの法則なんて一番内側の星の方が一番簡単に回るんだよ。でケプラーは必ずこれは整数比であるはずだってずっと思ってたんですね。でその理由がやっぱりピタゴラスをもう信頼しきってたので、神として。でどう計算しても整数じゃなくても悔しくて、でも結局あれ事情にすることによってあれ確か整数で割り当てれるようになったはずなんですよ。確かに、はい、それを2600年前からずっと代々口伝で、まあ、計算してる、まあ、ちなみに何年前ぐらいかなんですか？2600って神武天皇で、その前から伝わってきている口伝です。もう何千年前ですかね。ひょっとして1万とかいくかもしれないですね。まあ、それぐらいいくと思います。もともとだから陰陽道ってエジプトから来てるんで、もともとだから陰陽道ってエジプトから来てるんで、ほうほう、だからその前のからあるわけですね。何万年とかになるかもしれません。その辺の情報かなっていう。まあ、沖縄に最初に人類が降りてきたよっていう伝承があって、うん、で本当は今の遺伝学を調べたらアフリカになってるんですね。ミトコンドリアリブが辿ってたらアフリカになるんですけども、沖縄にそういった伝承があって、で沖縄から生まれてやっぱり日本にこう広がっていって、で、まあ、最近分かってることは機械島のボンっていう噴火で地球が寒冷化した時に日本からわーっと上の方に人は行って、でまた戻ってきたってよく最近言われてるじゃないですか、うん、要するに日本から世界をこう人民が行って、そこでいろんな人になってまた帰ってきたみたいな。だからその時にエジプトに行って戻ってきたのが、まあ、陰陽師で今やってるものだとしたら、その元もちゃんとしたその口伝の先にあるかもしれないです。だから陰陽道で今漢字に触れられてますけど、あれまた全然違う言葉があるんですよ、うん、だから一つで ラムーとかなっちゃう。じゃあ太陽王じゃないですか。そう、それでまあ、漢字中国で漢字変換されて日本語に来て訓読になったからなんか漢字で解釈されてますけど、元の中国でっていうことは音読みですよね。だから音読みで解釈しないといけないものがいくつかあるんですよ。で音を拾わないといけない
偶然であるわけ。だから書いてる通り読むと違うのが出ちゃう。だけど音読みに読んで、その音読みから当てはめるその昔の古代中国かなんかの語に合わせていくと、まあ、それまでまたなんか出てくるんですよね。でまあそれはいつもこれ使ってるんですけど、あ、これにそのだから同じその法医学でもちょっと違うな、そこら辺の技術を使っています。だから今ここに、うん、旗氏の市議2600年の封印を解かれたって書いてあるけど、もっと長くいたはずですもんね。もっと言うと同化されたってことは、だってそれで、だって知れ渡ってるってことはそこにほっとでじゃないってことで、うん、そこに都かなんか人が住んでるよってことが多分周辺に分かるぐらい古くいたと思うんですよ。だから攻め込んできた。そうそうそう、そこ欲しいって言って来たわけだと思うんでね。だからその古さが何かなって時に、ただどこまで古いか全く見当つかないんで、まあ、分かる数字で2600。あ、そうですね、一番まあ、うん、当たりです。ちなみに今、まあ、阿蘇で土化されたって言ってたんですけど、出雲にも関係していると。出雲、口伝ではそのね、スサノオの最初の奥さんが一応血縁者という一族に入っているって聞いてますね。神尾一姫っていう、ほぼ、うん、あの姫さんがいらっしゃって、その口伝で伝わって、口伝というか、まあ、当たり前だと思ったん で、まあ、最初の奥様が旗氏だったと思いますね。いわゆるガーシっていう月のね、ガーシ、まあ、いわゆる旗氏、月の氏で、氏ですから、まあ、その関連で、まあ、旗っていうのはもともと後付けですからね、またガーシ、月の一族って言いますかね、そこから、いや、まあ、ちょっと一つの婚姻するので、一つの勢力が作ろうとしてたっていうのは、筆で残ってた。ちょっとこれもう一回教えてもらっていいですか。はい、というのは僕今、レイビレッジっていうところで、うん、そこが伊勢神宮と出雲大社のちょうど中間地点で、うん、そこにスサノオノミコトのお墓があるっていうのを、これも去年初めて世に出していいよっていうことで僕出させてもらったんですね。はい、今いろんなことがこういうのをこう来てるじゃないですか。はい、土見かごさんにしろ、なんか今言っていいよ。でなのでちょっとスサノオのことちょっと なんかご縁があって今たまたま。でスサノオの第一夫人がいたっていう話、最初の奥さんが神尾一姫 でそこで2つ婚姻で生まれた子が大年さんと大年様と宇賀の御霊と、このお二人ですよね。だこれ完全に旗ですよね。宇賀、うん、の御霊っていうのは、まあ、伏見の主催神ですからね。で大年さんってこれお年玉とかの起源なので、今ちょうどお正月の斎徳神っていうこの、はいはい、兄弟ですから、特にうちは宇賀の御霊との関連が強いんで、それはだから旗の方に流れていくわけですよね。うん、だから最初にだから血縁関係は血縁関係なんですよ。スサノオ。でそれでこの生まれて結婚してそのまま、まあ、一個王朝を作ろうと思ったんだけど、巫女を送られて、で結局そこでこの巫女さんにできた お子さんが、いや、マシ相続だから一番下にその継承権が行っちゃうんですよ。そうするとうちの全てのものと、スサノオ全てのものこれポットでのこの巫女に全部行っちゃうわけなんで、だこれは話が違うって理にしたんですよ。それで当時奈良の方に帰ってきたっては聞いてますね。9年で聞いてる。もともと出雲にじゃなんか王朝的なものがあったと。もともとあったって、 そっちだから嫁いでるっていう。島根県松江のあたりになんか古代出雲っていうのがあるって去年行って僕習ってきたんですね。その古代出雲がまあ王朝がありました。これは 旗一族とは皆さんにも関係ないですよ。に奈良にあった旗一族が嫁いで、でそれ一つの、はい、まあ、航路を作ろうとして、まあ、婚姻嫁いでる。じゃあ大きな王朝をしよう。王朝ひょっとしたらじゃあその時大和王朝がないぐらいってこと、ね、だから大和はその後のその二皇ですよね。後付けで来てるわけです。じゃあ大和よりも先に奈良に王朝というか旗氏がいたの。いや、いますね。もともと結構あちこちにいたわけで、ただ奈良にもやっぱり一族いたんですよ。結局ほら船持ってるから、はい、結局海洋民族なんですね。そうそうそう、ただ移動が結構距離が普通に移動してるんで、はい、いろんなところにじゃあいたと。そうそうそう、はい、でうちは特にだから奈良盆地系と、はい、その阿蘇、はい、つまり瀬戸内あたりずっと一帯。ああ、なるほど、分かりました。日本のこっち側をこう移動してたんですね。そうすると反対側には勢力が弱いから、はい、はいはいはい、それでここが面白い、ここつながった感じ。これは日本の歴史が今紐解けたぞ。ここまでに今全然神武系関係してないっていうのがびっくりです。大和王朝関係してなくて、そうだ、阿蘇 と奈良盆地、もともとしかも大和朝廷と関係ない奈良盆地のあたりを船で瀬戸内海行ったり来たりしてる旗一族がありました。阿蘇からの王朝で、山が高すぎて向こう側には出雲の王朝がありました。
で、まあ、日本という国を知らしめるというか一つにするために政略結婚というかお互いじゃあ多分この時は仲良くやっていこうね的なあれなんでしょうね、まあ、上門というか弥生で利点があったんでね、はい、うん、そうそう、だから多分それ参院と参ね、その参与で参与で組んだのかなと、うん、そのようにだから最初のこっちからいややばい、今日嬉しい話聞けた。神内姫っていう姫の旗宇治からスサノオの初の嫁を出したんだ。三陽側から三位側に嫁いでたってことなんですね。嫁いでた、政略結婚というか、一つ仲良くやっていこうよと。 そこに、その後なぜか大和朝廷がやってきたってことね。やってきてると思います。この神武系と神武系、それがだからその巫女さん、巫女、まあ、いわゆる今やったら天照御神様ってお人は多分今違うって分かってるんですよね。はい、いろいろと分かってます、ね、だからそこの巫女っていうかその送り込ん でそこで生まれちゃった子供、生まれちゃったもので継承権が出ちゃったもんだから話が違うってちょっと物分かれになって、はい、で当時は一番下の子供が継ぐって言われたんですか。だから出雲家は特にそれが面白い、沖縄とか日本は今長子が継ぎますけども、うん、一番末子が継ぐっていうのが当時の文化で、でアマテラスがやってきて受け日をしましたと、スサノオと、はい、受け日っていう、まあ、駆け引きのようなものをして、はい、でそれは古事記にも載ってますね、受け日をして、うん、実際に生まれちゃったと。じゃあ、はい、アマテラスと、え、誰の子供が生まれたのかな。これはちょっとね、僕もあんまりよくそのちょっとグレーっていうか、まあ、引き込んで、まあ、離縁してるからその後はあんまり詳しくは残ってないんですけど、まあ、でもアマテラス側にも子供が生まれて、うん、こっちがマッシなもんで、はい、じゃあもともといた古代出雲王朝も譲ったし、譲ることになっちゃうんですよね。旗宇治、この山陽をもともと支配してた、阿蘇まで支配してたのも譲った、譲ることになっちゃうんで、うん、それ話が違うって物分かりしてる。ただ先にだから生まれた日に年かな時にだから離縁して帰ってきてるんですよ。あ、なるほど、うん、大長さん帰ってきちゃったんですよ。そうそう、子供連れて、へえ、その子供が何でしたっけ、名前は。それはあの、お年玉の神様で、伏見に稲荷神社を作ったんですね。伏見に使ってる。いや、日本の歴史、これなんか今覆ったこと多いんじゃないですか。みんなこれ知ってる話なんですか。じゃあまあ、ちょくれんじゃそう聞いてるだけ。いやいやいや、だから結局、神内姫がうちの旗の継承権持ってたわけですから、だからそれで、かぐやまさん、かぐやまってありますね、あの、みわさんとかのあたり、かぐやまってありますね。あそこに、あの、身を隠してたっていうわけですね。だから、その神内姫の孫になる方が、かぐや姫。スサノオの第一奥さんの孫がかぐや姫。そうそうそう。だから、結局、それ、出雲の継承権が結局こっちに流れたらしくて、それで天皇家からずっとこう、求婚、はい、つまりこれを取り込みたいっていうんで、ずっとこう、追っかけ回されるわけでしょ、かぐや姫が。それで結局東北の方に返す、つまり東北だったら餓死結構だからこう広範囲にいたんで、だから日本海側にもずっとこうずっといるわけですよ、旗ってあちこちに。だから、まあ、東園の方に預けるっていうのを東北でも送ってるんですよ。つまり身を隠すためにね、また追っかけられて、まかいばちゃんで婚姻されたりとか子供たちが大変になっちゃうから、うん、それでほら大人が身代わりになって、母親が身代わりになって立てこもったわけでしょ、うん、だからそのちっちゃい方の言葉は東北の方に身を隠してるわけ。だから月へ帰ったっていうのは合衆の一族に送ったっていう意味で、そういう。かぐや姫は東北に帰ったんですね。うん、だから東北のいた管轄の旗宇治の方にその子供を身を隠してほしいで送ってる。旗宇治って当時じゃ結構日本沖縄ぐらいまでいたんじゃないですか。じゃあ今のだって東北も日本海側もいたんですか、新潟とかじゃないもん。新潟もいたと思うんですけど、僕らつながってたのはだから東北の秋田の方のと青森の方と、うん、で、仙台、縄文じゃないですか、もう、うん、で仙台あたりとかね、ちょっと伊勢では弱いんですよ。あ、じゃあ本当に大和朝廷のあたりってなんかあるんですね、本当に伊勢神宮の、うん、そう、で、あのよく元伊勢とかやってるとこありますよね、はいはい、あんな辺はちょこちょこいるんですよ。うん、だから浦島のあたりもやっぱり関係してたりするんですよ。うん、で大体ね、あの四国とか多い、強いんですよね。あ、旗宇治は、うん、四国の方のつまり山、あの、結局この海側結構いるんですよ。はあ、ほうほう、だから海遊、はいはい、うん、海を使ってるんだな、はい、だから沖縄にも多分直行普通に行ってるんだなと。へ、まずあの大陸側まで行ってるのも確認できてるんですよ、中国大陸に。そうそう、そこにも一族を残して、そこであの日本が万が一戦火を巻いて物を焼かれた時にということで、その書物の保管場所を中国に作ってるんです。はあ、それはまあね、あの僕が中学の時にその中国側の人たちが何回か取りに来てるのがあっているんで、うん、あの
結構中国人ってすぐ全部焼いちゃうでしょ。だからって言われても、うん、そうなんですか。そう全部焼いちゃうから定期的にその占いの本くれって来てたわけ。中学ぐらいで全部焼いちゃったから。結局だからストックのはずの場所がストックになったんだけど、本当は定期的にそれ渡してたな記憶がありますね。機械島カルテラでボーンって言って向こうにいたんで全部働くの話なんだこれとして。多分繋がってたと思いますよ。だって船持ってたから、多分乗っかって一緒に行ける可能性あると思うんです。つまりその海洋の技術持ってたから、多分そこにみんなが乗ったんじゃないですかね。いや、でも多分面白いのが神武天皇も結局海洋民族のはずなんですね。だって伊平屋島からこう渡ったってことは、最初仲良かったとかないですかね。神武がやってる。あると思います。神武天皇が日向にやってきて、まあ、阿蘇のとこまで行って、まあ、ひょっとしたら同じ旗だったかもしれないじゃないですか、神武天皇じゃ。ひょっとしたら。可能性あると思うんですよ。で来てこう最初は仲良くしていてみたいな、でないとだってどっかで謀反起こしておかしく全然そんなのないから、なんかそういうセットになったんですか。なんか表にあなたが立って私たち裏でやるよって、それも考えてこうやって種をこう交互にやるってよくあるじゃないですか、天皇家に。そうそれもちょっと少し考えてますね。ただ結果っていうかその証拠が出てこないから、あと保留になってるんです。ただどう考えてもその関わってるのはちょこちょこ見えるんで、だから戦時中もそのやっぱり祖父がずっとやっぱり宮家とかなとね、大陸一緒に渡っているわけですよ、そういうのもちょっと見たらとろっと書いてるんですけど、このまあごめんなさい、もう通りのこのお話を皆さんにお伝えしたくてですね、なんと先ほどからお話してますレイビレッジに通りをお迎えして、ですね、通りが今までこの旗氏のですね、こう口伝でずっと伝承されてきたこと、そして体術、体の術ですね。体をうまく使う方法。ちなみにこれをすることによって、この旗氏を皆さんはもう120ぐらいまで生きてる人が多いって言いました。だって100歳普通ですよ、ね。100歳普通ですよ。信じられます。信長なんて50歳で死んでますよ。100歳普通。100とかで、なんか元気ですよね。うちの父親はもう80超えて90近くですけど、家庭菜園始めましたからね。体のチェックの方法が、確認方法がちゃんと神経がちゃんと通っていると自分でスネとか回せたり止めたりできるはずなんですよ。ただこうやって一つの、ゆっくりすると触れちゃいますけど、こうやってくる、これ見てください、指先は動かさずによく見たらこういう感じです。ここはだパントマイムですよね。そうパントマイムだからできれば、ちゃんと指が意思通り動いていることですね。体が自分の意思通り、これがこう動いてるかというチェックがあるんですね、体術の中で。結局でこれ全身運動なんです。特にこの固定するのに中のね、やるインナーマッスルって言われてる内側の筋肉が各自全部制御できないとこれできないんですね。だから神経で全部動いてるんです、体は全部。あ、これだけのために。そうだからこれやっていただくと分かると結構血流上がります。足が高くなったり、特に冷え性の方はすごい分かりやすい。これ頑張っていただいて何とかしようとすると足汗かいてきます。足の裏とか、それだけだから全身運動なんですね。だからこんだけでもだからできるできない関係なくまずやろうとすると神経が通ろうとするんで、武術だから自分から近づいてるのが遠のいてて、この点みんな刀持ってるとこれが動くと遠のいた近づいてバレちゃう。だけどこうやって前に行くと、もうすごい、なんか時代劇で見たことあるこれ。そうつまりグーッと行った時に刀動いてないから一瞬出遅れちゃうんですよ、近づいたことに気づいてない。あんまり今刃物が怖すぎてここに目がいっちゃってますから、実はグーッと近づいてることにバレない、でバレないのためだから手が動いてないから、それをこう気づかないようにするためにこの動きがいるんですよ。だから天皇陛下を守るためにはもうなんていうか、こうあんまり体をこうやったらいけないですね、こうジャッキーチェーン、だから守るから武士みたいにこの打ち死にさえしたらまずいんですよ。死んだらもう後ろもう守りがいないでしょ。アメリカの SP よりすごい。なるほど、だから死ねないんだ。死ねない。死んだら勝つこと前提で戦わないといけないんです。アメリカの SP は自分が死んで後ろを守るけど、日本の SP は守り続けるのは最後まで生き残らないといけない。すっごく、だからどこまで行っても最後まで自分は死なないっていうことが前提。天皇と一緒に、だから死ぬ時は陛下と一緒に。だからやっぱり陛下と裏表だったんじゃないですか、ずっとそれ聞いても。あ、そう思うけど、神武天皇とその旗氏で一緒にこう やってたんじゃないですか。こう、まあ、でもいろいろこう関係はずっとあるの で、ね、だから町づくりしたりそのできないところを旗がやってたりしますからね。いまだにそのやっぱいろんな支援も
あちこちやってますね、うん、特に災害地なんかはもう真っ先に。あ、そうなんですか。動いてます。はい、石川時にもすぐに連絡が来てトラック15台送った。トラック15台旗口から今回石川に送ってるんですか。それは多分往復すると思います。すっげー、だから機動力すごい。あ、いつでもね、もう災害備えて材料から備品から全部揃えてるんです、各地に。え、旗打ちネットワークじゃ今でも生きてます。日本中に何かあった時のために、だからすぐにそういう支援をできるようになってますね。終末予言っていう、だからそっちに意識いっちゃうと そうなっちゃう、はい、だから自分で作っちゃうと思うんで、だまたで手法っていうかそっちまず考えてほしいです。できたからよかった、うん、なるほどね。みんなみんな2025年が好きすぎて、うん、そうですね、僕最初はそんなの絶対当たらないよって言い続けてる人なんですけど、うん、ここまで言い続けたら当たるよって最近思ってて、だって 100万人が100万人思ったことってそれは現実って呼ばれるものなので、そうそうそう、だからが起こってるんであって、うん、もうそろそろちょっとやめてくれと思ってたので。そうそう、だから僕らはそのつもりで、確かに災害はゼロとかね、それは難しいのは事実、うん、だからそれは事実は分かるけど、やっぱり僕らはその中でも生き残ること考えないといけないし、うん、生き残ってる限りは楽しい世界作った方がいいなと思ってて、楽しくて明るくて、で辛い顔するのは誰でもできるんですけど、でも辛い時に笑顔ってなかなかできないと思うから、それは僕らやることかなと思ってですね、うん、だから助けも行きますし支援もするんだけど、最後は自分は大丈夫っていうのが一番大事な。とりあえずだった。ただこれを守り続けるだけ、だから多分放って生き残ったのかなと思ってます。熊本の阿蘇で地震があった時、うん、僕わらわボランティアっていうのをやって、その時あったのは私たちは大丈夫ですよっていうのを届けに現地まで行ったんです。よくみんな心配する人って多いけど、うん、心配ってすごい被災者にとって迷惑だなと僕思って、心を寄せることはいいし支援することもいいけども、なんていうか、もう世界全部が終わったって思っちゃうんですよ、そういう時って。でも普通の生活を普通のままに普通にご飯食べてテレビで笑ってる人がいるってすごい希望だと思ったから、その熊本の阿蘇の震災の時、僕たちで読者でチーム組んで、お金出せる人にはお金出してもらって、で身柄出せる人、体が動ける人は現地に行ってもらったんですね。で物資出せる人は物資で、そういういろんな循環して、その中で届けるのは何にしようかって考えた時に、届けるのは私たちは大丈夫だよっていうことを伝えに行こうと。で大丈夫な人がいるから、あなたたちがどれほど自分たちに当たり散らしてもいいし、こっちに ゆとりはあるよってことを伝えるためにも笑顔で行こうねって話なので、今のこの旗一族の私たちが大丈夫でないと助けれないですよね。そうなんか自分のものをね、こう我慢して渡すと、これ多分自己犠牲になっちゃうんで、僕ら徹底的に豊かになって、これ溢れたものを食べて、それを何かで使うって考えた。ただ、溢れ続けないといけない。だから、余裕があるから支援できるし、余裕があるから何言われても笑ってられるって感じ。それはだから僕らずっと守ってる。最初が余裕ですよね。だから余裕がない限りできないですよ、うん、そう、でその余裕は余裕があるって思わないとできないんですよ、うん、なんかあったら余裕がある。なんかよく言うのはどうやったら余裕になりますかとか、条件つけられる方多いんだけど、そうそう、じゃあ条件いらない、余裕があるって思うだけ、うん、で思って最初に言うと、それに対して勝手に脳みそがなんとかだからなんとかだからって、うん、くっつけてくる。そうそう、自然がそういう現実化する、そういう考え方ですね。ただ幸せだからっていう、だから私は幸せなんですとか余裕がありますってことを最初に言わないといけない。ことあげは唯一です。この楽しいことはいいことあげです。ただそんだけ。うん、しゃあないなって言ってみんな普通に支援に行くわけ。怒ったらしゃあないから普通に行く。いいですね。しゃあないなって言っていくのいいな。とってもいいな。しゃあないな行くかで行くんですね。めっちゃかっこいい。そうだと思う。大変とかあんまりないんですよ。うん、よい行ってくるわって。で実際大変だと別に行かなければいいですよね。大変な人が来てもすごい迷惑だし、うん、そう、ただ自衛隊が動いてるときはずっと横で待機してて、うんうんうん、別に慌てず焦らず、ね、ちょっとずつ出していく感じですね。僕10年前に神様とのおしゃべりっていう本が30万部ヒットして、大丈夫しました。あ、本当ですか。その本にも今全く同じことを書いて、もう自分が大丈夫だよって言ったことを脳はリサーチする機能しかないんですよね。なんか根拠があって幸せだなっていうのは弱くて、なぜなら根拠っていつか失うんですよね。ベンツがあるから私は幸せだって言ってる人は、ベンツはいつかなくなります。手に入れたものはいつかなくなるから、もう根拠なく最近に幸せになったら、なんで私幸せなんだっけなっていうのをずっと佐野がもう探してくれるので、うん、先に安心、先に
大丈夫って、もこの理念も今すごい一致したので、皆さんこの旗のですね、日本に今絶対必要な旗のトップ、旗宇治のトップのですね通りが1月25日にこれボイス出版で発売します。でこの出版を記念しまして、レイビレッジにあります日本最大級のピラミッドでですね、通りをお招きして、まあ、通りのお話、これまでの旗宇治の、まあ、YouTube では言えない話も実はたくさんいっぱいあります。2月の4日、皆さん予定急ですけども開けてきてください。YouTube では、まあ、お伝えできないこともたくさんあると思いますので、はい、まあ、その来てくれた人だけに、なんていうか万人には言えないこともお伝えしてもらってよろしいですか。口伝でしたら、はい、ということで今日はですね、日本の、まあ、こうしてよりも長く続いていたこの口伝をですね、ついにもう人に知らしめていいよということで、その一助になればなということで、皆さん見てください。通りは今ここで、まあ簡単に言ったらここで計算できるんですよ。武術で使っている時の実戦で相手はどっちに落とし込むかなってことでこう計算するんですよ。それぞれに得意な方角と得意じゃない方角があるそうです。で、お互いにその得意な方角どっちかなっていうのを、天皇を守りながら刀を持ちながら、ここでこうやって計算する、ちょっと見せてもらっていいですか。これここで計算、ちゃんと計算見てください。ここが今 どっちが刀ですか。刀です。こっち刀持って後ろに天皇がいて、ここで敵である、じゃあ僕の弱点とかを計算してますよ。ただ弱点っていうかね、かたや罠を誘導するためにどこが弱いかなってことを計算します。なるほど。だから僕はその計算によって罠に誘導されちゃうんですね。そうそう、罠に誘導する。こういうのは方位術で、簡単なこの短時間での方位術を使っているやり方っていうのは、型なんてこうやってちゃんと引っ掛けて持つとこうやって浮くんで、はい、これで構えるとこれ柔らかく持てるんですよ。持ってこれで状態すると、ここであとはここが動きますんで、こういう状態で、ここで今じゃあ計算されてるんですね。こうやって出てます。これ3本浮いてるんで、ただこれでこんな感じでこうつかんで隠れるんです、はあ、こうするとね、はいはい、うん、ここでこうやって構えて、そこで今相手の得意としない方角とか全部割り出してるってことですよね。まあ時間あらかじめね、この時間というかその、まあ、小指を頭入れといて、今日は何日何時ぐらいだって分かってると、そうするとこの番がここで分かるわけですね。そうするとここからこの角度や相手がどうも弱いなっていうのはなりやすいなって自分で分かってるわけだから、こう時間の推移とかその相手の癖で陽とか陰とかあるんですよ。それがここでどう作用するかって見ながら相手をこう技かけていく、そういう感じのやり方になります。これ皆さん135台で終わるわけがないと思うので、うん、やっぱり次にね、皇位継承が行われるべきですよね。うん、なんかチャット GPT かなんかで通り AI 作ってそこでもいいかな。いや、なるほど。すごすぎる。その決断はすごすぎる。うん、まあでも通り実際ぶっちゃけどう思ってるんですか、136台まで。まあところは、まあ、まあ、もう誤信だから消えるなら消えるかっていう、何しても誤信を覆らないので、そうですよね。だから何かきっかけが出てきたらまたお知らせ来るかなと、うん、僕らの活動もいらないっていう、うん、その世の中のね、うん、今決断が入ってて、それで いらないと消えるしかない、役割終わったってことですね。長年のずっと神さんからの依頼が終わったと思う、はい。でも知恵があるじゃないですか。だからその一部が今だ、これからの方でも残るものがあればなと思ったんで、こういうちょっと活動ですよね。一番いいのはね、本当こういうのを使わなくて運がいい状態。やばい、全部が心理すぎてやばい、うん、だから今はこうやって皆さん苦労なさってるんだったら、ただ補助として、だから補助器具ですね、うん、でそれが日本全国そういう運がいい人が揃うと、絶対日本って絶対センサーまず起きないし、いいことしかない、ない国ができるんじゃないかなっていう、そういう気持ちで今通り叶えましょう、その夢早く。そう、ね、そうしましょう。いるだけで運がいいとそれ揃えていく、うん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 、そういう人たちが語ったら、なんか国防とかどうのこうのじゃなくて、確かに運がいいんだから来る人絶対運がいいはず、うん、本当にそう。僕が書いた本でこういった話があってですね、うん、隣の人がめちゃくちゃ毎日六郎ガリベンさんぐらい勉強して、うん、六法全書を学びました、うん、に対して僕は一度も裁判にならずに生きていきます。どっちがいいんですかって結局こっちなわけですよ。そう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 。法律使わないでいいんだったら使わないでいいんであって、法律を使わないままに勉強もしないままにが一番いいんだから、そうそうそう、結局そこはいいですよ。運がいい人がいたら国防もいらないし戦争もいらないし、そうそう、ただむしろ戦争じゃなくて手を取りましょうって人が増えればいいでしょ。そういうだから乗っ取るとかそういうことではもったいないっていうか、うん、むしろ手を組んで共にっていう国が増えればいいんだから、
ただ最初日本を真っ先にゴーッとこう運が上がりすぎて、もう見た瞬間にもう攻める気ないっていう、ね、あの国はすごい、あの国、いやもう一緒にいたいよっていう、ね、はいはいはい、そういう世界にしたい、しましょう、そう僕はそう思うんです、うん、でも運が良かったら多分これは使わなくても運がいいはずだから、何選んでも運がいいはずでしょ、うん、そういう立場でも揃ったらいいかなっていう、いや未来は明るい、よかった、2025年の先は明るい、いや明るいしかない、本当明るいしかない、僕が好きな人みんなそう言うんですよ、運がいい人は多分、ね、運がいいって忘れるんですよ、うんうん、運がいいこと分からない人が一番運がいいですもん、そうそう、そうだったら完成、確かに、しかもそれがいっぱい裾野でなんか何万人何十万とかね何百万って増えてきたら、まあ、1個仕事終わったかなっていう感じ、いやじゃあ藤井さん135代通りはもう終わりでいいかもしれないですね、そういう世の中の魅力のような、そうなればだと僕らが2000年以上かけたことが成就したことだから、そうですよね、逆にいらないですよね、そうだからそう全員が、だから僕全員が破綻がやってったこと、まあ、奉仕というか、うん、みんなの、ま、ために動くのが当たり前の人が増えたら僕らの役割も終わるんですよ、だから全部だから旗が終わることが一番の、それが2025年7月かもしれないですね、じゃあ旗の教えが全部に広がり、もう大丈夫だ、うん、嬉しい嬉しい楽しい楽しいの世の中だで終わりかもしれないですよね、うん、なんか一番理想、そうそう、ということで、あと18ヶ月、2025年7月の今日たまたまあと18ヶ月のこのタイミングで、うん、そして立春の日ですよに、レイビレッジ、日本の伊勢と出雲のちょうどど真ん中に、昔、出雲王朝と旗族を結ぼうとした方のトップが来るっていうのも、なんか歴史的な何かだと思うんですよ、このタイミングで。まさに、この、なんかびっくりしてきましたけども。ということで、はい、皆さん乗り遅れずにぜひこの本を買ってお越しください。今日は長い時間ありがとうございました。ありがとうございます。山田さんありがとうございました。例えば、暦のね、動かし方、天の動かし方とか、暦の作り方とか、そういった知恵も全部今解放するって言って。I'm not